どうも、ゆっくり霊夢格好プヌシです。マリサだぜ。前回は、南部家との戦いを制してついに東北を従属統一。足名家も甲状腺で滅ぼして兵力も大幅に確保できたんだぜ。ただ伊達家との直近で戦うことを避け狙いを北条家に。準備も終わりつつあるし今回から関東進出編に突入だ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は三春城で甲状威風発動して終わったんだったな。そう、足名家が両方開発してくれてたおかげで黒川城、須賀川城、三春城が北条家攻めでの主力になりそうだ。そして北条家の城はそこまで開発状況よろしくない様子。あれかな、城数が多すぎて領内諸策が間に合ってないのかも。一部とんでもない兵力だからまんべんなくとかじゃなく局所的にやっていってるのかもな。平均的には兵力少なめだから高レベル騎馬を持ってる今以外と北条家も怖くないかもしれない。一応予定では初戦は大田原城で合戦を行う計画。威風強前提として宇都宮城から大田城まで巻き込めばいい方か。そしてその北条家は織田家と共に武田家の切り取り合戦に参戦してるようだ。いい感じに兵力減らしてくれたらさらに初戦勝ちやすくなるんだぜ。上杉家から援軍をとも思ったけど沼田城が防衛拠点だし少し要請しにくい状況。それに今上杉家は武田家の援軍で忙しいみたいだしな。織田家に攻められるのではと思ったけどしっかりと鳥越城防衛拠点にしてて安心した。武田家を借り尽くした後の織田家の矛先が上杉家に向かいそうだがな。その頃には本能寺も発動してそうな気がするけど、織田家は毛利家攻めも一旦中止して全力で武田家潰しに行ってる感じだ。そろそろリミッターかかって動きも抑制されてるのかな。あ、そうそう、前回だいぶ動画時間長かったからちょっと端折った部分を補足。戸沢家の従属九州が来てたから進めていってるんだぜ。現状の戸沢家はそこまで強くないけど確か森安さんだっけ？寿命短いけどめっちゃ強いイケメンが来るんだよね。従属で終わらせていってるから戦力補強がいまいちできてないしちまちまと従属火災使わないところは九州も進めていくんだぜ。この先北条家戦後もしくは最中に織田家、徳川家と隣接しそうだし外交見てみるか。徳川家は従属、織田家は三勢力目になる指摘し状態だ。北条家は次に狙われるのに前回の甲状威風で有効になってるのね。北条家も武田家攻めで忙しいだろうしすぐには攻めてこないと予想して騎乗、早速主力をお引っ越しさせていこうか。そういやコメントできてたが森氏そろそろ寿命らしいな。マジかよ、忠誠低いし寿命とかしっかりと昇天する前には下方没収しておかないと。さすが人の心を失ってるな。大田原城戦では東北の城もかなり使えるところが限定されてくるし、強い城主だけどんどん前線に上げていって他は内政城にできたら変更していく。また大掛かりな引っ越しになりそうだ。あや、思ったよりも赤忠誠多かった。これは引っ越しもだが下方回しで忠誠問題もクリアしないとだな。最初正実さんのために買ったカステラは吉増さんに引き継がれて次は雪富士さんのもとに。実に5年もののカステラなんだぜ。超熟成とはこのことか、腐敗の方がしっくりくるがな。よし、下方回し、主力の引っ越しと終了。強化方針は進軍があれば優先的に関東ルートの城は進軍にしていくんだぜ。兵糧工軍開発で作ってくれて通行中兵糧の消費半分になって他の城も恩恵受けるからね。能力不足であまり対象の城はないんだがな。正宗さん元服してくるまでまだ時間あるしどうせなら伊達家も有効活用していこうと思う。上杉家の援軍がダメなら伊達家か。大田原城戦に呼ぶかどうかはわからないけどいつでも要請できる準備はしていく。それじゃあ外交待ちつつ兵力回復していくよ。あ、国峰城と美濃和城諦めたな。あまり奇襲でも切り取れてなかったみたいだしやはりこの時代の北条家は兵力の多さと城数以外はそこまで脅威ではないのかもしれない。織田家がひたすら武田家を集中攻撃。ここで戸沢家ゲット。角の伊達城は西森さんに返しておこう。これで多少は収入も上がるはずだ。あ、もう寿命前だ。これは下方没収だな。あ、酒延べ三城主にできるじゃん。なかなか強いから北条家戦前に昇格はでかい。
さてそろそろ回復もしてきたし大田原城攻めていこうかな。そういや今回遠いが攻略目標設定しなかったんだな。臨戦状態になるまでに結構跳躍入れられやすくなるからね。てかさすがにこの数で威風峡まで伸ばせなさそうだし新田金山城攻めが終わるまで待とうか。頼貞さん、東北統一あなたの活躍のおかげでできました。お聞きくだされ。お、東洋大渡りじゃん。未来の城主候補だな。赤備え対赤備えの部隊が戦ったらどうなるんだろうか。戦場全員赤で見分けつかないとんでもない状態に陥りそうだ。直談は戦闘員さんの能力底上げ優先。深川城に20年だ。ありがたき幸せ。翌月、伊達家との外交終わったしどんな感じか確認しようかな。両方2万近くもらえるな。マジかよ、これは威風後の切り取り戦に使うのもありかもしれない。援軍使っての威風調整はなかなか難しいし失敗する可能性もあるからな。これは関東制圧にかなり役立ちそうだからどんどんポイント貯めておこう。手のひらクルックルだな。それじゃあ新田金山城攻めも終わったみたいだし大田原城に向かって出陣させていくよ。兵糧も本拠地以外はほとんど回復できてるんだぜ。これで全部隊出陣だけど12部隊も集まってきてなさそう。どうするんだ。県民は1万7000ほどで向かってきてる宇治政さんのせいだ。ということはここから部隊数が増えるのは期待できないかと思ったら来たね。ただかなり兵力多い部隊が多数。これ下手したら合戦勝てなくなっちゃうかも。状況見ながらだけど威風中で区切って確実な勝利もありかもしれない。今から伊達家呼ぶのは間に合わないだろうしな。ぶっちゃけ威風中でも烏山城巻き込めば進路塞がって強制騎乗には持ち込めると思う。なら無理せずに威風中、残りの残党含めて兵力削りは伊達家に太田城攻めしてもらって任せるか。よし、それで行こう。接敵、9部隊、1部隊呼ぶんだがまあ大丈夫だろう。兵力が同じの見る限りやはり平均兵力は低いね。国衆なしでこの兵力なら宇治政の部隊さえ潰しておけばかなり2000名攻略に合戦進められそうだ。能力高いのも宇治政さんと宇治国さんくらいかな。宇治政は兵力多いのに騎馬も高レベルでぶつける部隊考えないとやばいことになりそうだ。うちは上位集落とかで戦闘員さん、秀綱さん、近末さんが想像以上に騎馬高レベルに、騎馬ワンパンを軸に戦略考えていく流れになりそうだ。合戦開始。中央にコブの警告マップ。ここ案外やることがはっきりしてて個人的にはやりやすい分類かな。作戦的にはうちが7部隊だから森種さんを耳に配置して6部隊、これで3ペアできる感じだね。ここに配置しておくだけで中央コブは取られないと思うんだぜ。早速宇治名さんに向かって発射。できれば弓範囲で戦闘員さんには交戦してほしいから最速で前進させてる。宇治政は左サイド、秀綱が対処してるんだぜ。まともにやり合ったら兵力差で被害が取りでもないことになりそうだったからなお家さんを配置して宇治政さんに混乱かけて時間稼ぎしていく。戦闘員の騎馬がきっと、弓の範囲からは外れてるが宇治直は瀕死状態だ。ただまだ右サイドからコブ狙いがあるかもしれないからそのまま森種さんは配置。逆に近末さん、吉明さんでコブ狙いつつ右サイドの部隊を強撃狙いしていくよ。あとは敵がどう動いてくるかだな。よし、いいぞ、狙い通り強撃ができそうだ。吉重は騎馬ワンパン。一気に部隊数劣勢を返せる瞬間火力が強すぎる。宇治直もここで撤退。打ち取ると北条一族終わっちゃうからさすがに森種さんも少し動かそうか。戦闘員さんと共に左の強撃狙いつつコブを制圧してもらおう。右サイドはギリギリのところで分割されて強撃にはならなかった。そして宇治国さんが怪しい動き。おそらくこれは弓狙ってるな。正解、吉明さん引いて弓の範囲外に出よう。道忠も右で交戦してるが足止め持ち出し逃げようと思ったら短期でも対処できるんだぜ。宇治国さんと森種さん、吉明さんのフェイントの掛け合いしながら戦闘は進んでいく。お互いそう動くならこう動きますけどっていうまさに千日手みたいな感じになってるんだぜ。あ、やべ、左混乱も効いたのか。宇治政に混乱入れたのに強撃部隊も全部混乱になっちまった。結局これ宇治国さんが効いてて近末さんに任せるしかなさそう。
もう森種さんは戦闘員さん混乱になってるし、そのまま左に入ってもらうとするか。まあ逆に宇治君を耳に釘付けにできてるから能力勝ちして勝ち戦線有利に戦いはしてるんだがな。そのままほぼ右は近末さんが潰して宇治国さんも退路防衛できるところまで後退。左は宇治政だけ、あとは詰めていくだけだ。最後は完全に右突破して宇治国さんを退路に押し込んで閣僚所制圧で終了かな。宇治政ももうすぐ終わるはずなんだぜ。勝利。結果論だが威風強でもいけたかもしれないな。それでも秀綱さんとか宇治政さんの相手で兵力半分になってるし、この数だから勝てたっていうのもあるかもしれない。何を考えておる。我らが価値を大いに掲げる。最低限カラス山城巻き込み。ありえぬ。まさか。これで一応強制騎乗だな。それじゃあテル宗さん、太田城攻めお願いします。まとまりました。これで向かってきてる部隊も太田城に防衛で兵力が削れることだろう。ある程度削ってもらって次の宇都宮城攻めで今度こそ威風強かけた合戦にさせなくちゃ。予想通りめっちゃ防衛に向かったな。小田城制圧して有機城で威風強狙いとかも思ったけど、太田城防衛のルートになってるし延々防衛する羽目になりそうだからやめた。の仕掛けどころぞ。3ヶ月カット。ひたすら北条家と伊達家援軍が交戦してるけど、そろそろ伊達家が潰れそうだから、その間に臨戦状態にして出陣。大体の北条家防衛部隊は帰っていってるから、これでも威風強にするだけの部隊は集めれると思うんだぜ。城主も新たに大田原城と烏山城に配置して早速宇都宮城戦で使っていく。おお、予想通りかなり集まってきた。たー。騎馬レベル上昇してる今城主、領主に配置するだけで騎馬級にできる最強イケメン。短い間だけど活躍してもらおう。そして御栄が寿命前。この顔で病気って言われてもずる休みかと思ってしまう。クソぞ。接敵。腕が鳴るわい。16部隊、どうやらマックスのようだ。いいじゃない、その方が燃えるよね。でも時間やばいから合戦自体は次回に回そう。参戦部隊も詳しくは次回にするか。最後に兵力確認。ついに伊達家を抜いたんだぜ。次の敵になるであろう徳川家にも迫る勢い。先見越して関東も制圧次第どんどん領内諸作やっていった方がいい気がするな。一応後ろ数ではトップ5。次回は合戦さえ勝利できたらそのまま切り取り戦かな。だいぶ織田家が死なのに食い込んできてるから隣接しないように気をつけないとな。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。